キューブサット、キューブサット、キューブサットは大学の研究室などが製作する数キログラム程度の小型人工衛星である。ピギーバック衛星として打ち上げられることを前提としており、打ち上げ費用を極力抑えることができる。2003年6月に世界初のキューブサットが打ち上げられた。キューブサットの使用は1999年にとスタンフォード大学が開発した。 1 0ンチ1 0 c m サイズ、重量 1.33kg 以下のものを 1U、2 0ンチ1 0 c m サイズのものを 2U、3 0ンチ1 0 c m サイズのものを 3U と呼ぶ。キューブサットは P、ポット、ポリ、ピーコサタリットオービタルディプロイヤーなどの衛星放出機構によって放出される。P ポットは 3U サイズなら1機、1U サイズなら3機を放出できる。 なお、日本の H、E やロケットでは、J ポット、JAXA、ピーコサタリットオービタルディプロイヤーと呼ばれる、放出機構、一 u サイズのキューブサット4機を、搭載可能を使用している。世界中の多くの大学、企業、組織がキューブサットを開発している。キューブサットは、極めて小型、軽量であり、複数のキューブサットをまとめて打ち上げることができるので、 一 u サイズのキューブサット1個あたり6万5000から8万ベイドル程度2004年時点の費用で打ち上げることができる。これは一般の人工衛星の打ち上げ費用と比べると非常に安価であり、この打ち上げ費用の安さが世界中の多くの大学やその他の教育機関などで人工衛星の開発、打ち上げに参加することを可能にしている。キューブサットはピギーバック衛星として ロケットで直接打ち上げる他にも、無人宇宙補給機で国際宇宙ステーションに搬入して、希望のロボットアームと小型衛星放出機構、j s a t を使って、日常に放出することもでき、初めての試みとして2012年7月に、日本の3機を含めた警護機のキューブ SAT がコウノトリ3号機によって ISS に運ばれ、同年10月4日と5日に、軌道上に放出された。 コウノトリ4号機で運ばれた4機のキューブサットは、2013年11月19日に3機が放出され、翌20日にも残る1機が放出された。キューブサットも数が増えてきたため、様々なタイプのものが考え出されるようになり、姿勢制御用の小型のホイールや、コントロールドモーメントジャイロを搭載するものや、アマチュア無線の周波数帯にとどまらず、高速でデータ送信が可能な S バンドや、 X バンドなど、マイクロ波帯の中継機とアンテナを搭載するもの、スペースデブリを増やさないよう膜やパラシュート広げて、落下を早めるように工夫したもの、推進計を搭載して、移動能力を持たせたものなどが考案されている。また安価なキューブサットを低軌道上に多数展開して、高頻度に地上を撮影することで、地球観測衛星の概念を覆そうとする。 商業用地球観測ネットワークの構築や地球軌道を脱出させる構想もあり、キューブサットは急速に発展している。2013年11月には2機のロケットで計47機ものキューブサットが打ち上げられ、その数を急速に増やしている。2013年12月には国際宇宙ステーションに33機のキューブサットが運ばれる予定で、その中には 蒸気の商業用地球観測ネットワーク構築のためのフロックマイナス -1 衛星28機も含まれる。打ち上げ実績は以下のキューブサットの一覧を参照のこと。カリフォルニアポリテクニック州立大学はキューブサットの設計標準を公開した。この作業は航空宇宙工学分野の教授であるが指揮した。スタンフォード大学の現在は ケンタッキー州のモーヘッド州立大学がキューブサットのコミュニティ作りに貢献した。キューブサットの使用は NASA の MEPC 超小型衛星、ナノのサタライツのようなナ衛星の使用は適用しておらず、キューブサットの方がさらに小さい。標準的な101010センチメートルサイズのキューブサットは一流キューブサットと呼ばれている。キューブサットは軸方向だけに沿って大きくすることができる。 これのようにして、大きくしたものが、2 u 2 0ンチ1 0 c m と3 u 3 0ンチ1 0 c m キューブサットとなる。大きさが 1010cm で決められているため、共通の放出機構 P、ポット、ポリ、ピーコサタリとオービタルディプロイヤーが利用できる。なお、2013年時点で 6U サイズのキューブサットの、 開発が報告されており、2014年には打ち上げが計画されている模様。これは三ーサイズのキューブサットを横に2本並べたようなサイズとなり、従来のシンプルな考え方とは異なるものも増えてきている。また、キューブサットのパーツやキットをネット販売する店も多数出てきており、2013年11月にはアメリカの高校生もキューブサット、 TJ3SAT 打ち上げに成功した。2018年3月には、アメリカの高校生もキューブサット、プリスメスプイス -1 の打ち上げに成功した。P ポットはロケットに取り付けられ、ロケット側からの信号を受信すると放出が行われる。P ポットは2006年以前の打ち上げの90%で使われていた。現在は、 改良型の P ポット MKE が使われており、一 u サイズのキューブサットであれば、3機を搭載できる。三 u サイズのキューブサットは一 u キューブサット3機と同じ大きさのため、1機の搭載となる。なお、その後、P ポット以外の放出機構も開発されるようになり、ISIS 社が開発した、i イスポートや、トロント大のザポート、ナンラックス社が開発した、 ナンラックス社の放出機構も使われるようになった。ポーコ特部は 10cm 角を規格とする、キューブサットよりもさらに小さな衛星で、5cm 角の規格で作られるため、最小なら一流キューブサットの1、8サイズとなり、0.25kg の衛星となる。2013年11月21日、ドニエプルロケットで最初の4機が打ち上げられた。 この中のレンというポーコ特部は、超小型プラズマスラスター4機と3軸のリアクションホイール、カラーカメラを搭載して試験を行うもので、小さいからといっても侮れないレベルの試験機となっている。ポーコ特部もキューブサットのような各種サイズが設定されており、1P、1.5P、2.5P のサイズがある。2009年に始まり、とによって宇宙科学と探査を志す。 世界中の大学生たちの開発の指針となるように、ポーコ特部の仕様が策定された。ポーコ特部の仕様はいくつかの高水準の目標を掲げる。簡略化により、衛星の設計と製造が容易になり、廉価にできる。企画は最初にによって提案された。2009年にキューブザの低軌道への打ち上げ費用の高騰に対する解決策として提案され、 2013年11月21日に最初のポーコトク部が2サットマイナス5に搭載されて打ち上げられた。次の打ち上げはに相乗りで打ち上げられる予定である。最大の 3P ポーコトク部は T 老ク部と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。